皆さんこんにちは。今から競輪研究を見るにあたって、記者自身がぜひとも注目してほしいポイントを簡単に説明したいと思います。短い間ですが、ご視聴いただければ幸いです。競輪研究の読み方、オリジナルデータについて説明させていただきます。まずは、選手の実力、強さを表している総合力と級別についてです。総合力は、選手の名前の下にある48、39、42といった数字のことです。これは、選手の競争成績などをもとに、コンピューターで自動算出した数値です。次に級別。級別は11、9、10。この数字のことを級別と言います。これは強さによって選手をクラス分けした数字です。毎日レースをチェックしてます弊社の記者が、競争成績から適切と思われる数字を当てはめております。どちらも数字が小さいほど実力が上位、強い選手であることを表しています。次は、ここ、選手の年間戦歴についてです。ここは、弊社記者が予想する上でも重要視しているポイントでもあります。ここは、遡って1年、予選や準決、決勝をどれだけ走って、どれだけ連帯しているのかを集計したもの。白戸選手で言いますと、予選は12回走って5回の連帯、決勝は10回走って一度も連帯がないです。これによって選手がどのステージで活躍するのか力の目安になると思います。そしてその横、ここには初日の新聞には直近の勝ち星の上がりタイムが表記されますが、レースが始まりますと、ここには選手がどんな走りをしたのか、またその実戦気配がアルファベットで表記されます。それから新聞の真ん中の部分。ここには、初手の並びの予想や、スピード比べ、それに S 回数などがあります。ここのスピード比べ、スピード比べは、これも遡って1年間、1着を取った時の上がりタイムを集計したもので、その数字の分布によって、各選手がどのスピード域で勝ち負けをしているのか、力の判断材料となります。また、ここの一番右端のスタート回数、競輪は初手が非常に大事です。どのラインがどの位置から進めるのか、展開を予想する上で助けになると思います。最後に脚歴です。これは直近4場所の成績ですが、ここには選手がどんな走りをしたのかが、一目でわかるようになっております。今は動画で実際の競争を見ることができますが、一人一人を確認するのは大変。でも、競輪研究があれば、直近4場所、全選手の動向を一目で確認して比べることができます。以上となります。ありがとうございました。